はい、どうも。奈良が生んだハッピーノイズ、ワイワイと申します。よろしくお願いします。さあ、ということで始まりました。本日もこちらやっていきましょう。クッキングシミュレーターの時間でございますですね。まあ、パートがもう5つ目ぐらいになってるかと思うんですが、本日はですね、歯医者帰りということで、少し滑舌が悪いというか舌の感覚がないのでね、噛まないようにね、もう最悪噛んだ場合はもう食べてしまえばいいと思うんですけれども、そんな今回第5回ではですね、前回一応ね、12日目まで終わったと思うんですね。だから今日は13、14、15と目標の30日一月というところをね、目指してますから、半分まで、いければなというふうに思っております。では早速ロードゲームで始めてまいりましょう。さあさあ、その足で行こうよ、海の匂いがする方へ。Yeah, yeah, うん、もう噛んでしまえばいいと思うんですけど、舌を。じゃあちょっと評判良かったからあれやってみる？ちょっとあれ、曲ちゃうな。あー、今日もほんとよく寝た。8時間労働の後の8時間睡眠は格別なものがあるな。あ、そうだ、今日はしずえちゃんとのデートの日なんだ。あー、楽しみにしてた。あ、いけねえ、こんなことしてる場合じゃない。早くしずえちゃんとに電話したいと。ポッピ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 ッポッピッピッポッペ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 ッあ、もしもしずえちゃん。うん、しずえちゃん今日何の日か知ってる？今日しずえちゃんとのデートの日なんだ。どう？うん、あー、そう、うん、じゃあ、うん、30分後に、うん、そうだな、大安寺の交差点とかどう？大安寺の交差点、非常にこう見晴らしがいいじゃない。うん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 、オッケー。じゃあ30分後にまた 赤のドレス着てきて。じゃあ行くね。うん、また着いたら LINE してお願い。よし、はあ、今日しずえちゃん、あ、そんなこと言ってる場合じゃない、早く行かないと。しずえちゃんのとこに、はあ、しずえちゃん、はあ、はあ、しずえちゃん、はあ、うん、大丈夫、ちゃんとした総合病院行くから。っていうかさ、これ何、これ、こんなんあった、これ、あ、なんや、ああれ、これも持てるけど、この椅子も持てんのか。あ、これ、あ、これ知らんかった。あ、持てへんのか、これ。これなんか邪魔になってるってこと。なんかここ重いぞ、グラフィック。あ、椅子持てるやん。え、この椅子ってなんかこれ、使えたりすんのこれ。あ、置くことはできひんのか。え、置くことできひんってこと、こうやって置かなあかんってこと。え、相当低ないこれ。相当低いと思うねんけどな。俺がめっちゃでかいんかな。俺これ実は俺の顔とか見たら顔面 3LDK ぐらいあったりすんのかな。これでも使いようがないよな。なんかこれやっぱ使えたらね、一番、うん、理想的やと思うねんけどな。あ、あ、来た。これはね、あ、これはね、前作ったやつやね。だから、13日目、14日目、15日目、まあ、ここら辺はできれば、ちょっとこう、まあ、デコレーションっていうか、そういうところやっぱこだわっていければなっていうような、そんな、3日間にしたいなと思ってるんですよね。まあ、ここら辺の細かいところを皆様にお見せしてもね、と思いますから、まあ、サクッと作っちゃいましょうよ。よし、できた。ちょ、ごめん。これはふざけようがないけど。違いません、違いません。え、違いますやん。じゃあ出すっていう選択肢ないですやん。あ、マジやってらんねえ、ほんと。そんな、え、俺これさ、今椅子とさ、の、あれのさ、でさ、で俺さ、でこうや。で、なんて？お前スープ好きすぎるやろ、お前。なんでスープ飲んだ後にまたスープやん。できた。アルマゲドン。もう今にも聞こえてくるでしょ。エアロスミスの Don't wanna close my eyes が。これはね、まあ、うん、料理人の遊び心っていうたらそれまでやけどね。うん、やっぱこのね、皿の中でやっぱ物語を演出したいなってやっぱ思うものなんです、料理人っていうのは。そこの部分が非常にこう再現されたような。これでもあれやからね、別に見かけ倒しっていうわけじゃ決してないからね。この上にこのかぼちゃ置いて、これ5キロあるんですけど、その5キロのかぼちゃを一回素揚げして、うん、隕石が大気圏からこう突入してくるっていう時ね、やっぱ熱を帯びるじゃないですか。そういう意味なんですよ、アルマゲドンっていうのは。まあ映画内ではね、達成しなかった地球破壊っていうところ、ぜひ破壊していただきたいな、そういうね、ストーリーがございます。ということで、はい、もう何でもいいんで、はい、持っていてください、お願いします。悪くはないぞ、なんか、
うん、まあ、あかんって思うけど、見てみる一回、これ。まず、こう、温度やろ。温度は、まあ、パーフェクトやと。熱々やからね、素揚げしてるからね、上ね。で、フレーバーやねんけど、パンプキンスープに関して、オニオンが十分じゃないって言われてもな、いや、それはお前の趣味思考やからな。で、パンプキンが、パンプキンも足りひんって言ってんの？あんだけあってお前、パンプキン足りひんって、お前。緑黄色舐めてんのか、お前。もうええわ。遊び心もわからへんねん、お前。なんか物作ってあるやろ、遊び心。これこうしたらさ、普通にやるよりこうした方がええちゃうかって。お前も同じ人間やろ。同じ人間ちゃうんか、お前。人間のふりをするな、化け物。ほんで見てみんな、これ。またこれやで。またこのファストパンプキンスープ作れって言ったやで、あいつ。なんやねん、お前。スペアの下と交換してったんか。いや、でももうあるしな。どうしよう。何さ、そういうこと？もう一回お前の遊び心を見てみた。あ、そういうこと？できた。アルマゲドン2019。これ以前までのアルマゲドンの従来のタイプとは打って変わって、アルマゲスティックをここに置くことによって、これたくさんのアルマゲスティックをここに置いて、これカボチャ一つ分のね、だから結局、こっけにアルマゲドン分の、カボチャ、ビタミン B2 が摂取できるって、これ非常にお体にも優しいという、ことかなというふうに思うんですけれどもね、どうでしょう。うん。なんで高評価なのかはわかんない。まあ、時間さえ当てればみたいな感じがしたんですけど、オニオンがいや、だからオニオンが足りないって意味がわかんないの。オニオンは入ってるの、ここに。出先に出てるわけじゃないの。見た目でもの言ってるもんな、こいつ。でも、うん、パンプキン求めてないっていうか、うん、それは求めてないよ、人類は全員。アホか、アホ言うなよ、お前。もういいわ、お前。俺に何回も何回もスープ作らして、さらにスープ作らして、もうお前時間ギリギリみたいになってる時にまでそんな評価すんのか、お前。うん。もう、ハリーアップっていうか、もう、うん、ハリーアップっていうか、もう僕これ出したくないんです。もう今度はもう無理なんで、今さら。なんか、でもそんな、出さへんわけにもいかへんしな。できた。レモンジュース。レモンジュース、本当申し訳ないです。じゃあ何も渡さへんわけいかへんから、こっちとしても。本当に申し訳ないけど、ちょっと今、その喉乾いてらっしゃるんですよね。本当申し訳ないですけど、時間はね、時間はそれと間に合うたと思うんですけど、フレーバーパーフェクトって言われてんねんけど、これ何？デンジャラスオブジェクトってどういうこと？これさ、じゃあ俺、デンジャラスオブジェクトじゃなかったら、お前、テイスティングってやったん？すごいな。前世が釈迦かってぐらい優しさの塊やったな。あ、ほんでもう終わりな。もうさ、見て。俺今日カボチャいじってしかないねんで。デイ13。すごいな、やっぱり。うちのキッチンは。うん。っていうかさ、ところで、このトゥインコートゥインコ何これ。なあったこれ。なんか、落ちてしもてるんですけど。これ何俺なんかモーターこれ、星。なんなんこれ、へばついとんねんけど、これなん、え、これ、なにこれ、取れへんねんで、取れへんねんで。あ、ちょっと待って、ちょっと動いてるやん。ちょっと後ろ後ろ、あ、取れた。あ、ほら見て、みんなほら、トゥインコトゥインコ、ほら綺麗、トゥインコトゥインコ。これ何本だこれ、何に使うのこれ、なんか使えんのこれ。ここのカボチャとかになんか使えんの。一応ね、 E ボタンで書いてんねん。フォーカスポッホクスポクスみたいな。なんかよくわからんこと書いたんだけど、これ使えへんな。違うんかな。何に使えばいいかがわからへんねんけど、まず。オッケー。わからんから焼こう。ほんなら。な。よし。明日までさ、お前に明日まで耐えられるかな？よし。ありがとうございました。今日もほんなら一日、お疲れした。よし。おはようございます。本日で一応14日目ってことになるのかな。いよいよ、いや長く続いてきたよね。よく考えてみると1日目2日目って、え、さあ今日はどんなワクワクが俺を待ち受けているんやろな。な、みんな楽しみやの。なんかできれば新しい料理でそれをね、作る過程ぐらいはちょっと見せたいなと思うんですよ。まあ、作ったことない料理やったらってことなんですけど。でまだな、これも俺分かってないな。14日目にしてこれ一体何に使うのかっていう。これ実は、え、もう一個言うとね、これも一応買ったんですよ、私。これね、ガスバーナーっぽくて、ほら、これ
これでなんか焼き目つけるとかなんかなと思ったんですけど、あんまりまあ見た目は変わらない、本当に熱するというか焼く、一部的に焼くやつっていうか、だからこれをもし使う料理なんていうのが出てきたら結構楽しみかなっていう気はしてるんですけどね。ただこれはね全くわからない、このガス、これさ、例えばこいつをここにこう使うとか、そういうこと、これ、いや違う違う、危ない危ない、何してんの、いやびっくりした、あ、ちゃうわ、うん、あーまたこれか、お前スープものすごい流行ってるやないか。まあこれ、またスーペンスープ、まあしかもこっちの方がちょっと、お前ガズパッチ、お前、あーガズパッチの方が早く、いやもう普通に作るしかないな、スープは。ちょっと待って、こんなさ、なんかピッコロのヒゲみたいなの入ってるけどさ、これ100点やと思うね俺。ちょ、一回見てみて、100点やと思う、これだけはマジで完璧に配合した。使えへんやんけ、ほんだお前。何があかんねん。何やねん、トマトが足りひんとか、ニンニク多いとか言いやがって、お前。ダメッ！どう？ちょ、海外っぽかったやろ。わかった、ごめん、早するわ。ちょ、見て、さらにさ、入ったオーダー、スープやねん。何なん？俺は一体。お前らにとって俺は何なん？よし、ということで、かなりサクッとカットして、14日目が終了ということになりましたでございますね。一応レベルが9になって、ここ1個ね、1個ずつ全部取っていってるんですよ。だから、今多分このポイントが3つやから、まあ、こことか1個上げたらもう終わりってことなんでしょうね。うん、多分こんな感じになっていくんですけど、まあ、ここら辺ちょっとあんまり詳しくはね、私も分かってないんですが、まあ、まんべんなく上げていければなと思っています。そして、来たるべき本日最終のデイ15、15日目でございますね。なんかさっきは、俺ずっと、あ、おはようございます。さっきはずっとね、スープばっかり出てきやがったから、だから何もすることなかったんですけれども、まあ、一応私自身ね、なんか作ってないレシピもあったと思うんで、こんなんとか俺作った、これグリルドツナステーキで、俺こういうなのが作りたいね、こんなシャバシャバばっかりお前って俺が作らせやがって、お前こういうさ、なんかエビやろこれ、エビの友達な、カブトムシ、カブトムシもいいし、このもうこの出てきてもこのパラガスとかそんなやねんな、なんかしょうもないもんしか頼まへんから、ここら辺もほんでね、俺ゲットできる、あ、いやゲット、なんやん、OL がチワワ見つけた時か。よし、まあ、今の撮ったよね。あ、なに、今日は都会出たお前。ええや、お前このお前こんな、しかもお前襟もお前横に倒れん、襟キアってからに、なんかやっぱ他は星2つにならないと、あ、15日やってて星2つなってないねんで、これとかなんなん、もう幼虫ちゃん、なんかこれガーの幼虫やろこれ、土砂物やん、こんなん、うわ気色悪、こんなん俺これさ、皿の無駄遣いやと思うねんな、この骨、こうコーンが溺れてるやつな、このコーンが溺れて、いや、こういうやっぱりさ、突拍子もない料理っていうの、そういうのやっぱ作りたいんだよ俺は。まあ突拍子がない料理ってわけでもないけれども、もうええって、鬱陶しいの、なんでお前俺にシャバシャバばっか作らせんねん、お前胃に優しくせんと、俺に優しいせ、あ、来た、カブトムシのやつは友達や、これ、え、どうしようどうしようどうしよう、これ7分ってことやから、先にこれ作ってみる、じゃあ、これもちょっと、じゃあ、ちょっとややこしなってくるけれども、一旦こいつ煮物みたいなとこあるから、これ作りながらでいこうか。オッケー、ガゼンやる気できた。まずもうここら辺に関してはもう かなり手慣れてきてるから俺も。よし、じゃあこれで火つけて、あれ火通しながら、もうあれほとんどできたようなもんやから、こっちやな。うわー出た、あー、バターとかあったな、一回やったな。よし、これこの誰がどう想像してもバター買いに行ってこれ買うできたらもう間違いやと思うんだけども、これをフライパンにバターを30、塩10で、もうちょっと待って、めっちゃ痛そうやねんけど大丈夫これこのエビむっちゃ痛そうやで、オッケーオッケー、もうよっしゃ、もうどっちも完成やで、もうこれめちゃめちゃ手際ええわ、ちょっとごめん、何にもそう工夫ができんけど、これ2回目のこのエビの友達は俺ちょっと抵抗みたいねんけど、これほらレモンもね 20g で切ってっていうのもちょうどできているし、最後にこいつにパーセリーリーブスのフレッシュなやつを 6g って書いてんねんけど、これが2やから 1,2,3 これ出来上がり、ほら見て、これ完璧やで、ほんまに100点出たかもしれん、初の100点がどうだい。はぁ、なんや、もうわかった、言え、何、レモン何、レモンの何があかんねん、レモンに言え、そんなもん。
なんでそんなこと言われるのか分からへん。ちゃんと朝起きたのに、なんでそれ、そんな俺に。お前ちょ待てや、ほんでまだ2個目も終わってへんのに。お前でや、このベロやねんけど、これ非常に難しいこと言われてて、こいつな300、こいつね、35g にまずカットする、スライスして、でそのスライスした 35g のやつを合わせて140乗せましょうって言って、めっちゃ難しいこと言うてない？これがまず合計で 280g あるんですよ。 35g って言われてもな、もうこの時点で違うもん絶対。こっから巻き返すってこと？こう、これまず1個で何 g やねん。これ 84g ってことは、これの半分ぐらいな。こいつ52やから、ちょっと待てよ、こんなもんでどう？これ 35g、 まず35入れました。はい、次これ56あかん、これ27あかん、49、21、31、27、30、全部あかんやないか。おっしゃ、もうこれでええわ。もう何やねんこれ、料理って言えんのか。よし、とにかくスロー来た。みんなほら、最後の最後よ、ここでよ、ここでみんな、ほらもうあんまり俺ね、ハードルは高く上げたら損や思うタイプよ。絶対に100点取ってみていい？これ俺ちょっとやりたい形もあんねんけど、今もう俺マイナスに、これ俺プラスだったら星2個になんねんやんか。これだ、もう、まあ見ても、俺これで見てわかんのかな。なんかとにかくあともうちょっとで、めっちゃあともうちょっとでこれが2つになんねん。あと1ポイントやねん。そこを100点で飾るっていうのは大切なことやと思うねん。29、30、 OK、 もう30な、今見たな、みんなバター30いってやったな。よし、30やった。ほんでバター30やって、さらに10で塩と胡椒をここに振っとかなあかんねん。なぜならここに振っとかないとエビにかかっちゃって、エビに味がついたってことの判定になんねん。だから先にこのフライパンの上に乗せておくってことが大事やねん。よし、これ10やったな。みんな見たな、お前承認やから、歴史ので。これやったらシュリンプをここで6個乗せんねんけど、よし、これで合計6匹のシュリンプが乗りました。シュリンプがちゃんと火通るように、うん、倒します。あ、いいね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 。でこれで、よし、これでまず焼くねん、焼くねんけど、焼くねんけどっていうことやねん。ちょ、大事なのはここら辺で火加減間違えたあかんから。え、てか焼かへんやん。いやでもパンやもんな、フライパンやから、これは合ってると思う、うん、と思うねん。まあそれはいいわ。でディーププレートって書いてるから、おそらくここら辺じゃないと思うねんな。え、違うよな、これほら、トランスフィアエブリシングイントゥアディーププレートサーバーセーブホットって、ディーププレートってなんやろな、これやと思うねんけどな。これに入れろっていうことを指定されてるんやと思うねん。で、まあまあいいわ。カットレモン80を 20g に切れって言ってんねん、これ。で、ここに入れろって言ってんけど、よし、いくぞ。まず、これ4等分に、これ 80g で4等分にしたらいいねん。気持ち。4等分やから、これぐらいかな。にして、で、これで重さ見てみよう。20じゃない？真ん中。21、21、22、16。はい、アウト。はい、アウト。次のレモン持ってこい。これでどう？これ、20ないか？ 20。来た！ 20！20 ドンピシャ来た！この20を、カットレモン80イントゥークォーターで20にして、クォーターってことは、この切り方じゃあかんのかな。いやでも、まあもうとにかくこの20でいいってことでしょう。で、プレートの上に乗せます。これプレートの上に乗せます。はい、オッケー、きた。ちょうどやで、これで、こいつらをここに今度は入れていくということやね。今のところ何も間違いないの。これはさ、この油分も全部入れるってことを言ってる？いや、ここほら、トランスファーエブリシングって書いてるから、オッケー。これで最後パーセリーリーブスを何グラム？ 8 グラムやんな。いや、6グラムな。オッケー。パーセリーリーブスを6グラム。1、2、3。待って、間に合って。そう、間に合わなかったじゃん。ちょっと待って。もしここがアメリカやったら、お前銃殺されてんで。っていうか、このテクニックのこれ何？レモン。お前って、この形じゃないと食べられへんってこと言ってんの？お前って大割り食いやったん？いや、ごめん、それは話しちゃうわ。そんなん俺、てっきり俺今までじゃあ騙されていたわ。
だって俺は人間に相手にあれやと思う、料理作ってたよ。だから塩分がどう、ブラックペッパーがどうだとか、俺はそうやって言って、そこまで考えて料理を作ってたわけ。なのにもかかわらず、相手が今俺が皿を出して下の方でふわって食べてるやつが大割り食いでした。はは、笑っちゃうね。よし、え、もうこれでよ。はい。ちょっとなんか左のとこの頬を赤く染めてるやつが、はいはい、いけ、もういけいけいけ、食えねえからね、もう文句言うな、うっとし、黙れ。だからこういうことを言ったんじゃない。クォーターって一応4分の1っていう意味やと思うんですよ。それで言うとこういう風にして4分の1の形にしてくださいってことじゃない。そんなお前難しいことできるけ。でいかにカッティング技術がっていうことを問われるよね。あ、一応これ100点目指してるよこいつね。あのタラウトね、このタラウトはもう本当今までずいぶんお世話になった料理じゃないですか。こいつで逆に100点を迎えるように仕向けてくれたのかもね、このゲームが。どう、これ20あるんじゃない。20ほら来た、16、23、21、奇跡の20。この奇跡の20、こいつ俺こいつだけ使うわ、頼む、切れろ。21個でいいね。来た、奇跡の20、20、20、20、20、来た。そしてここにパセリリーブスをフレッシュなやつを 6g 入れると完成。100点満点のタラウト、どやどや。うわっ、え、何これ。いや、やったって。え、やってん、もうちょっとやってんけどな、ここ。いやー、俺降ってなかったか。いや、降ったと思うけどなー。あー、そうか、俺さあ、これは降ってなかったわー、マジか。いや、胡椒を振ってくれっていうのと、あとこのドリルが死んだみたいなやつ振ってくれっつうのやったけど、これは最後に振るやつじゃんこれ。え、ちょっと待って、これ最後に振るやつやったんちゃう。俺焦ってさ、うわ、ほら、揚げてからこれあれやね、ホウサラディッシュ死んだやつ、お前 5g これ、うわ、こんなとこでもうやってもうた。さあ、ということで、本日の動画はここまでということになりましたけれども、まあちょっとね、さすがに同じものばかり作っているとね、デコレーションというかそういう見栄えのところをこだわるというのも非常に難しいものでしてですね、できれば違ったレシピっていうのをね、やっぱ次からは積極的に入れていきたいな。結構ランダムであのレシピは決まるというかオーダーが入るので、これはちょっとね、私も左右できないんですけれども、ただまあもうやり直してでもね、新しいレシピをやっぱどん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 作っていきたいなと思いますし、ちょっとまあ大幅にカットしたりもしてね、とにかく星2にして新しいレシピ作るみたいな、そんなところも設けてもいいのかななんて思ったりしてるんで、次回はちょっと大幅に進むようなね、そんな動画にできればなと思っております。と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ次回の動画もご覧ください。それでは皆様、本日も一日、はい、みんなで、じゃあ歌いましょう。うん、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